現代日本画の秀作で岡山の初春を彩る日本美術院展覧会、通称院展が岡山市北区で始まっています。翼を広げる和紙を描いた名場為光一さんの作品。院展は今年で107回目を迎えた日本画の公募展覧会で、岡山では毎年この時期に開かれる風物詩となっています。今年は日本画壇を代表する巨匠の作品など58点が展示されました。瀬戸内市出身の井出康人さんの作品は海の神とシーラカンスを美しく描いています。一瞬で見て人にこう伝わるっていうことが、大事だと思うんですね。人の癒しだったり、心のこう豊かさみたいなものが伝われれば。院展は今月15日まで天満屋岡山店で開かれています。